力が出せるので、もう少しリラックスしましょう。で、ポイントとしては、リラックスしよう。今、膝のポジションからスナッチしたときに、こういった形でやってるんですけど、これ、もっとリラックスすると、バーベルってこのポジション、ちょっとかぶりすぎてるんで、この肩の真下にバーベルが来るようにしましょう。ちょっとバーベルよりも肩が前に突き出してる形なんで、もう少し重心後ろに持ってきて、上体に立てるようになります。真下に、肩の真下にぶら下げて、それをキープしながら体に沿わせて極端に突き込まれる。そうするとここで重心前に乗られると腕で引き上げができなくなるので、ぶら下げて体に沿わせて自然体で引き上げていきましょう。普段はロースナッチではなくて、その高さでキャッチしてる。ロースナッチはまだ安定しないんです。あ、多分今の幅でキャッチすると座れないんで、ちょっとこの幅で構えてるから横に一足分ずつ設定して、幅広く、そうするとスクワットのスタイル、これ狭いと座りにくいんで、しっかりまた割って座っていきたいんで、そうするとキャッチしやすいので、そのポジションを低くしていきましょう。最初から一番下じゃなくていいんで、この大体太ももが地面と水平になるポジションを座っていきましょう。
で肩幅の位置にかかとが来るぐらいで、すみません、楽しいです。そうです。そうやって股関節をしっかり割って、そうです。これが狭いと、はい、こういうふうにお尻が落ちてあるので、はい、キャッチできなくなるので。はい、その時にあまり突っ込みすぎないように、そこを意識して上体をしっかり立てる。これがバーが後ろに来すぎると後ろにこうやって重力が流れるので、重りってこの直立してる時が一番楽に持てるんです。でもこれがどん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 こういう風になっていくと力が抜けちゃうので、肩もこう外れちゃう可能性もある。女性だから柔らかいですけど、こうやってしっかりと軸に乗せる。これを確かめたら、一番理想的なのが、この軸を保った状態で、下なんですか。こういうふうな姿勢になると、力が逃げちゃって、そこに立てる。で、頭もできるだけ。メリハリのあるスナッチをしたいので、キャッチしたら、ピタッと1、2ぐらい、2カウントで、失礼します。意識しましThank you.
いつもストラップ使って。そうですね、使うことが多いです。使ってもいいですか？あ、本当にいいです。できれば一発で低い位置が入る。出力としてはそんなに出しすぎちゃダメです。出しすぎると高い位置まで来ちゃうので、少ない位置からで入っていく。そう、その時に突っ込まない。素早く入っていく。
気をつけたいのは、このコンタクトだけはしっかりすると。ちょっと高いじゃん。まだ状態なので、キャッチができる。上げれそうだったら上げましょう。
3、4くらい。ああ、じゃあ1レッドだと100くらいやるから、100やるとすなわち50、60でいきますよ。早く上げたいです。座る覚えたら、これはもうちょっと完璧ですから、はい、行きそうだったら重量をもう一つ上げてさ、うん、レッドも別に3本とか2本くらいで持ち上げていける。神谷さんだったら何キロぐらい上げてましたっけ？ 50 くらい？ 50 の？ あ、この間、クリアの最後の70。ああ。スナッチは57だった気がします。いいぐらいの目標です。神谷さんは体重低いですね。45キロ級か。50キロ出るな。結構低くなったのか。小学生の頃しか知らない。小学生、中学生の頃よくお兄さんの大会に来てたんですよ。お兄さん強かったから。お兄さんは中央大学。小学生、中学生の頃は知ってるんですよ、私も。同じ大会に来てたから。もうちょっと緊張出ちゃうんですけど。でも 今の記録で言ったら、うまくすれば来年全日本選抜で3位ぐらい入れるかもしれない、神谷さん。全日本選抜で3位、まあ、準優勝まで行くと、慶応大学の卒業式の時表彰してもらえるんですよね。小泉賞っていうのがある。全日本ペースの大会で準優勝ぐらいになると、小泉賞もらえるから、小泉体育賞もらえるんで、すごいですね、卒業式の時に。そうですね。みんなが行くとこで表彰されるから、はいはい、勉強できる人とスポーツできる人の表彰があるんです。ありましたね。慶応大学もどうかな、何人もらった、5人ぐらいもらってます今まで、あの重量上げ部で、はい、重量上げ部で、重量上げ部で会津さんが最後かな。重量上げ部は何かわからない、卒業生の中でも 4,5 人くらい卒業してるね、全体で、はい、全ての部で 4,5 人ですよ、もらうそこにハイエースですよね。ウェイトリフティングはあの全日本の個人戦は
先発は出てくる選手が3人か4人しかいないから、で、あの2人失格したらうまくすれば12人した3、4人ですよ、代理で出てくる人数は。標準記録突破した女子が3、4人出てくるだけだから、先発はね。だって千鶴ちゃんが優勝してるんですよ、先発今年。大会新記録で優勝してるんだよ。千鶴ちゃんのまま強いです。85の100で やるから強くなったんですよ。千鶴ちゃんも中学生の頃からよく我々のとこでうちで練習してたんです。日体に行って一回怪我して骨折か何かして肘の手術してそれでしばらくブランクあったんだけどね、復活してきて千鶴ちゃんはよくここに来てますよ。59キロ級でその全日本で上位に入るとしたら合計がどれぐらい？だから150ぐらいいるんじゃないかな。スナッチ70、60、75、ジャンプ75、スナッチ70、ジャンプ80ぐらいですかね。で、日本に出るあの標準記録突破が、全日本は標準記録で、全日本選抜、大学選抜。学生の、まあ、基準はそれぐらいで、上位選手が、上位選手は80、100、180はやりますね。59キロ級で。でまあ、今スクワット80キロで何回かできるんだったらあっという間ですよ。スクワット本は多分結構すぐに伸びますから、神経系がすごい優れてるんで。感覚的にはスクワット120キロ、まずスクワット1回で100キロ1回できればジャンプ80キロ飛べますからね。要するにフォームがきちんとしてきたら、スクワット110から120できれば、ジャンプ90キロ、で130できれば、ジャンプスクワットクリーン90、100キロできますからね。だから感覚的にはスクワットのトレーニングが今80キロを90キロ、100キロ、110、120、130ぐらいまで、スクワット130まで伸ばせれば、全日本選抜、全日本の選抜とかインカレで1位、2位、3位に争えるところだと、そんなに道は長くないです。一つの5キロ伸ばしないスクワット、スクワットを伸ばすためには重い重量を少なめでやった方がいい。重い重量を少なめでやった方がいい。でも怪我しない、はい、ぎっくり腰にならない次5キロ伸ばすぐらいの目標で頑張って、ね、はい、1週間1キロ伸ばす、週1キロ伸ばし、2、3日やって、はい、2日続けて練習して1日休んでやる、1日か2日休むと超回復してるから1キロ伸びます。休んだ後重い重量やると記録が出ます。足の筋肉をいっぱい使って、まあ、2日休んで、あの記録を、新しい記録にチャレンジするケースでやっていくと、どんどん、これを筋肉の超回復といって、大学生の時はそれで伸ばしていく。毎週1キロ記録を伸ばしていくと、
それでちょっと一回やってみましょう。一回高いので取るとか、次は高いので取って、で、2本、1セット2本やるんで、はい、高いのを取って、で、次、低いの。少しずつ、段階、段階、はい、で、慣れてきたら、一発でいきました。今よかったけど、多分ちょっと突っ込みすぎたね。はい、うん。今しっかり座れてるんだよ。瞬間的には。静止すると。それ新しいカメラです。アメリカの。そう。ピタッと食べる。めっちゃ。
き出しの時に膝しっかり開いて、パーフェクトだった姿勢からスタート。この重量での動きめちゃくちゃいいね。結構動きがだけで違います。普段やるときも5キロずつじゃなくて、もうちょっと細かいプレート使って感覚を鳴らしながら行くって感じで、ちょっと1キロ上げましょう。1キロずつ上げて、また3分で近づいて、同じようなイメージで動き一緒。よし。止まって。背中強くなってる。よし、いいね。今ちょっと、25キロよりも26キロの方が動きのブレがあったんで、このたった1キロ違うだけでもこんだけ違うから、普段だと25から30って上げるともう動きって全然違う、はい、25を超えたあたりから1キロずつとか2キロずつぐらいで、もう1セットやったらまた1キロ上げましょう。飛んじゃう原因としてバーが前に飛んじゃうと、それを修正しようとして前でこうやって取りに行こうとするんですよ。そうするとこのまま後ろに流れちゃうんで、しっかりと蹴ったらバーの動きが真上に上がってくる、前に行かない。もう一回だけ確認しましょう。まっすぐ引き上げて常に行くわけです。よく言った神谷さん、全日本学生選手権新人戦で3位なんですね。慶応、慶応大学で学生全日本学生新人戦で3位になったのは7、8年ぶりじゃないかな、3位が出た。
よし。見て、今のまっすぐ、次の、フライフレオフに、まっすぐ引き上げる。タイミングがちょっとキャッチのタイミングが合わない。まっすぐは突き上がる。キャッチが遅い。ちょっとなんかこの降ってきたのに対してぐっと頭で突っ込んじゃってるから、もう少し胸張って受けに行けると安定するんだ。背中が丸まっちゃってるからキャッチ。常に引き出しからこのフロアに置いているバーベルを引き始めるときとキャッチのときの背中の使い方っても常にこういう姿勢で胸張っている状態だからこれがこういう風にならない。ないけど、あとは抑えに行くこの気持ちが足りないから。ちょっと疲れてるな。いや、ちょっとプレート詰めよう。キャッチポジションが後ろに力入んないポジションまで突っ込んでる。後ろに行くのはそのかぼすうん、いや、バーが離れてるから、はい、離れてるっていうかこのコンタクトした瞬間にバーが前にこれをもっと自分の方に近づけます。そしたら自然とこのバーがまっすぐ、これがバーが一回前に行ったのに対してここにあるバーに対して自分が入っていくとこうやって突っ込んでこのまま後ろに長い、はい、だから常にまっすぐ肘でコントロールして、肘が自分のこの体の後ろで常にコントロールする。ちょっと後ろに、ちょっと後ろに、斜め後ろに引くような瞬間まで腕の力は伝わる。蹴った後に背中で飛んでくる。はい、難しい。
速度で使って速いです。2本目は使ってて、2本目はまだバーが離れてる。あと、もう目線が下がっちゃうから、目線下がると重心も下に、あ、前に行っちゃうから、はい、上に行っちゃう、常に。常に自分の目線を追っていく。下で調節してるのはどこに行くんですか？下で調節してるの？その目線が下がっちゃうのが、あ、うん、やっぱりね、どうしても。あと、さっき良かった時の手幅からかなり外側の手幅に変わってるんだよね。今の試技さ、ここ3セットぐらいはかなり手幅が広くなって、え、うん、いつもそれ、外側のやつがいつものスナッチラインだと思うんだけど、あ、スナッチラインなんだけど、あんまり意識してない。でもいつも中指とか薬指だったりが、うん、そこのラインに、ああ、つもりなんですけど、ね、さっきね、軽い時に良かった時はもっと狭かった。その内側のベンチプレスのラインがあるんだけど、そこに人差し指がかかるかかんないかで、これぐらいに握ってきた。そっちの方が、もう少しそうか、ちょっとだけ、それぐらいに握ってた。その時は安定してキャッチできてたから、もしかしたらそれぐらいの方がいいの。その時にいつものスナッチラインがどこにある？大体釣り指ぐらい。あ、そうです、釣り指ですね、うんうん、それでやってみようか、はい、今これやってよかったら普段はそれでやってみよう。今セカンドのもう全く分かんなかった。一回ちょっと休んで。
失敗するときも失敗しそうになっても目線は絶対下げない。目線下げなければ耐えれるけど、もう失敗しそうと思ったときに完全に下向いちゃってるから、そうなるともう絶対失敗する。下向かないよ、常に前に。違和感あります。でも最初はちょっと違うんですけど、自分が分からないです。腕に近くなって、腕に近くなって、引き上げる瞬間に肩ですね、肩が上がりすぎてるんで、しっかりとぶら下げる。この骨盤のところに当てるまでは、この足で蹴るまではしっかりぶら下げてる。疲れてくるとあるあるだよ、もうちょっとストップしないといけないかもしれない、でも最初の方が良かったから、そのぶら下げの感覚と今までちょっと足幅開いてなかったのをしっかりとステップ踏んでやる。
で、もう一つ、あの他の種目でいったらスクワットの時もできるだけ足は開いて肩幅でスクワットする、うん、それがスナッチのキャッチ幅で、あ、キャッチのスタンスとクリーンのスタンスになるから、ちょっとクリーンも軽いのでやろうかな。もう10秒は15キロだけでいいんじゃない。クリーンも座れる。クリーンも座れる。いい、マスワです。すごい、座りに行きます。ちょっと休んで。10分ぐらいまで。もうちょっと、もうちょっとだけ足幅。うん、いいです。で、次、今座るときに、もうちょっと。うん、そうそう。で、その一発だけそれ意識したら、ちょっとジャンプも一本、何回かやってみようか。はい。上体をさっきスナッチ同様に立てる、前に突っ込まれる。
して、こういうふうになる。突き上げて、こういうふうに並べてよって重心にして。高い位置で、蹴る。難しい。左。より大きく上方向に突き上げるようなイメージ。沈み込めるスタイル。上体をまっすぐキープして、上体突っ込まない。今めちゃくちゃ突っ込んでるから、もっと押さえる。お腹締めて、締めて、上体突っ込まない。そう。今いきます。重心にした。バーは、はい、あの無理に硬いようにしないと大丈夫です。ここから後ろに持っていっていうから真上につけばいい。硬いようにしなくて大丈夫です。ここから後ろに持っていって、そうするとこういった形になる。まっすぐまっすぐ、はい、その場で何もなしでやっていいの。肘の動き、腕はまっすぐ、それパワーを使う。その場で肘の動き、腕